アは地上最後の男たちの楽園である。あるものは恐れを、あるものが青春の思い出とともにその名を呼ぶ羽の根学園と、昔一人の男の子と一人の女の子が恋に落ちました。しかしそれは古き時代ゆえに許されない道ならぬ恋でした。二人は生まれ変わってもう一度巡り合い添い遂げることを約束して。のう、お前ら見てみ、このビューティフルな公式。高崎、わしの授業はそんなに退屈かいの。別に。じゃったらきちんと前を見んかい。なんだか見えない壁があるみたいっしょ。この間の女子寮潜入が響いてるな。天神もあれ以来こんな調子だし。さなえちゃん、さなえちゃん、こんな状態は良くないっしょ。もっともっと男女を仲良くしなくちゃいけないっしょ。その通りだ。というわけで期待してるよ高崎くん。なんで俺なんだよ。お前と緑ちゃんが仲良くすることで自然と男女の距離が縮まっていくのだよ。そんなわけ。いやあ、みどりちゃん、どうぞどうぞ。みどりちゃんの予約席でしたっしょ。はーい、ありがとう。お前らな。にゃーにゃ、さっき予感で殴られたとこ大丈夫？なんでもないから大丈夫。なんでもなくないよ。ごめん。ゆうすけくん、どうしたんですか、お姉さん。
でしょ。ちゃんと食べないと胸に栄養がいかなくなっちゃいますよね。バカバーン。竹村さん助けて。ごちそうさま。ちょっと待ってよ。うまくやれよ、ヨイスケ。すべてはお前にかかってるし。いかんぜ。おいどん、行ってくるでごわす。のー。あいつ、どこに行ったんだ。さあ、しょ。ねえ、後つけてみない。ね。食後の散歩。どう見ても変です、お姉様。そんなことないって。あんまり食べると太っちゃいますよね。サナエちゃん、あの夜は悪かったでごわち。おいどんはサナエちゃんの顔を見てご飯を食べると幸せを感じるんでごわち。ただそのことで頭がいっぱいでサナエちゃんのことを考える余裕がなかったんでごわち。そこで今日はその幸せをサナエちゃんにも分けてあげたいんでごわち。よサナエちゃんもおいどんを見ながらご飯を食べるんでごわち。きっと幸せな気分になるでごわち。さあ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 。何やってんだよお前は。おわけゆうすけどん、お前女の子を怖がらせてどうするつもりだよ。怖がらせてなんかいないでごわす。どう見たって怖がってるだろう。そんなことないでごわちよね。ほら、うわー、ご飯だ。おー、ダメでごわす。これはサナエちゃんの分でごわす。あーあー、水でごわすな。すぐに持ってくれてごわす。ごめんね。いえ。はい。私、小さい頃から体が弱いんです。この学校に来たのだって、綺麗な空気のところで暮らすためなんです。まあ、ここは豊かな自然ぐらいしか褒めるとこないからな。おかげで私、最近ちょっと調子がいいんです。よかったね。はい。やば、予霊だ。行こう、サナエちゃん。はい。ほら、急いで急いで。ユウスケ君、次の授業ってなんだっけ。保健体育だろ。おお、サナエちゃん、待ってるでごわちゅう。ユウスケどん、ひどいでごわす。サナエちゃんとどこ行ってたでごわすか。おいどんが何杯水を汲んだと思ってるでごわすか。人の恋路を邪魔するとは。見下げたやつっしょ。違うって。ただあの子が怖がってたから。本当かしょ。もしかしてお前。なんだよ。サナエちゃんのこと。そんなんじゃないよ。じゃあ何なんだっしょ。なんだと言われても。いや、俺は、それは。まさか。ゆうすけどんもサナエちゃんに。お兄様と呼ばれたいんでごわすか。それは断じて違う。はあ、まったく。サナエちゃん、高崎先輩、どうしたの。ビルケースがないんです。え、落としちゃったってこと。ダメだ。こう暗くちゃ見つけられないよ。でも、あの薬がないと。しかし、こう暑いとジュースでも飲みたい気分。あ、そうだ！もしかしたら！
サナエちゃん、どうかした？嬉しいんです。大丈夫？はい、ありがとうございました。いや、別に大したことじゃ。そっか、サナエちゃんにはこれも感動なんだ。こう熱くっちゃ、ジュースでも飲まなきゃ寝れない。何なのよこのツーショットは。今度はサナエちゃん、あんたには双葉ちゃんとかいるでしょうが。高崎ユースケ、あれ、ユースケと抜け駆けと卑怯でごわす。なんだかややこしいことになってるみたい。これは使えるかも。緑ちゃんという相手がいるにもかかわらず、俺の双葉ちゃんにちょっかいを出した上、サナエちゃんにまで。己ユースケ、ユースマジッシャン。オイドンはサナエちゃんが編入した日からずっと見守ってきたでごわす。それを、それを。おい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 、ユースケにばかり美味しい思いをさせておくわけにはいかないな。どうする吉祥。この一番星様が全力を挙げて天神とサナエちゃんの愛の花を咲かせてやるのさ。あ、愛の花。おお神よ、私の願いはほんのささやかなものなのです。愛の花だなんて、そんな大それたこと。おいどんはただお兄ちゃまと呼ばれたいだけでごわす。お兄ちゃま、はあ、いいでごわす。とにかく妹といえど女の子に変わりはないんだ。女の子のことならこの一番星光に任せなさい。どこだったかね。これだ。女の子を振り向かせるときはプレゼント、これに限る。でもプレゼントは受け取ってもらえなかったでごわす。念のために聞くが、何をプレゼントした？炊きたてのご飯。さすが天神、意表をついてなおかつ愛情たっぷりのプレゼンターっしゃ。それを受け取らないとは、サナエちゃんもなかなかガードが硬いっしょ。おいどんは一体何をプレゼントすればいいでごわすか。こうなれば自分自身をプレゼントするしかないっしょ。そうよ、あなたの好きにしていいのよ。私はあなたのしもべ。ここは無難に飲み物なんてのはどうだ。テディベアなんかおすすめだぞ。おお、サナエちゃんにテディベア、いい感じでごわす。ところでテディベアって何でごわすか。なんだ、知らねえのかよ。クマっしょ、クマの人形のことっしょ。クマ、そんなもので女子が喜ぶでごわすか。流行ってんだよ今、手作りオリジナルテディとかよ。そうだ、手作りだよ。手作りテディでサライちゃんのハートをゲット。バッチグッショー。わかったでごわす。男天神隊長、命をかけてテディとやらを手作りするでごわす。プレゼントは渡す場所も重要だぞ。どこか二人きりになれるところがいいな。ああ、それならいい場所があるでごわす。なんだよ、朝から脅かすなよ。ねえねえ、その手紙私も読んでいい？お前には関係ないの。キャッチ。ユースケくん、お昼食べ
誰からだろう。さなえちゃんは昼休みには必ずここで薬を飲むでごわす。よく調べてんな。さすがお兄ちゃまっしょ。もっといろいろ期待でごわすか。さあいよいよよ。何も知らないさなえちゃんがいつも通りやってくると、そこへあのクマ男が現れる。しかしさなえちゃんはプレゼントを受け取らない。っていうかクマ男の存在そのものを怖がるに決まっている。そこにヒーロー高崎登場。クマ男を追い払い、残された二人を邪魔する者はすでに何もなく完璧。よし、来たぞ。さなえちゃん、おい、今日はちゃんとしたプレゼントを持ってきたんでごわち。おいどん、テディベアを作ったでごわち。一生懸命自分で作ったでごわち。ぜひ受け取ってほしいでごわち。ちょっといて、決めるっしょ。あ、もう、ユウスケ殿、計画通り。ユウスケ君、ビッケ。お、先生を探してくる。お前はサナイちゃんについててくれ。俺たちも行くぞ。ライダー。ミドリス先輩、気がついた。今ユウスケ君たちが先生を連れてくるからね。もうちょっと我慢してね。はい、私大丈夫ですから。チングサ先生呼んできたぞ。あ、じゃああとは私に任せて。あなたたちは授業に戻りなさい。五限目はとっくに始まってるわよ。はーい。あ、ミドリー、ちょっと見直したよ。お前さ、結構いいやつだな。何を見直したって、それじゃ今まではどう思ってたのよ。ごめんごめん。もうこのかな。分かったよ、やめろってば。先輩の声が聞こえたんです。頑張れって言ってくれましたよね。うん。先輩の声が聞こえて、なんだかすごく暖かかったんです。あれはきっと先輩の心だったんですね。心。あの時、全部わかっちゃったんです。
先輩が私を心配してくれてることも、高崎先輩をどんなに好きなのかも。次は先輩が頑張る番ですよ。私応援してます。ありがとう、さなえちゃん。さ、早く帰ろう。はい。なんでそうなるのよ。なるほど。何やってんだ？さなえちゃんが元気になったら、そのお祝いにプレゼントをしようと思うでごわす。お前ね。心配無用でごわす。ちゃんと相手のことを思い、尊重することが大事だと分かったんでごわす。おなごとの関係は、そこから始まるんでごわす。さなえちゃん、待ってるでごわすよ。おいとんのピュアなハートがふんだんに入ったテデーベアをプレゼントしちゃうでごわすけどね。お前、そのピュアも渡さない方がいいぞ。あ、なんででごわすか。これのどこが悪いんでごわすか。これのどこが悪いんでごわすか。触れ合う、交友、ユウスケくんと交友、アブノーマル、レイカちゃんとの絡み、はぁ